を掌握し世界支配を目論む独立治安維持部隊アローズは何としても戦かねばならん。我々の手で新しい時代を。団長、たてがみのやつが。何反政府勢力カタロンなど我々の敵ではない。そうか、世界はアローズによって統治され、初めて高級和平を得ることができるのだ。な、何？まさか。ガンダム。ソレスタルビーイング、紛争根絶を掲げる施設武装組織か。しかし貴様らの出番はない。世界は我々アローズによって統一された。うわっ、動けん。少数派を弾圧して得た平和など人々が望む世界であるのか。ビーイング名、貴様らが戦う意味は何だ。貴様らの傀儡となった連邦政府は解体され、新政権がすでに動き始めている。なんだと。新たなる世界を創造するために俺たちは戦う。そうだ、それがそれがビーイングだ。ライザーソード。この映画、事実をもとに作られたんでしょ。らしいけど。新政権のプロパガンダだよ。どこが。なかなか面白かったな。美化しすぎだよ。映画ってそういうもんだろ。現実はあんな綺麗事なんかじゃないよ。戦いはもっと怖いものなんだ。なんだ、見てきたような言い方すんな。え、いや。関さんから呼び出した。あれ、俺行くわ。ああ、ビーイングの4人の若者たちはその命をかけ、4機のガンダムと共に戦場を駆け巡る。僕、出てなかったな。